ーし、じゃあ次も行きますよ。うんうん。じゃじゃーん。そしてそして受注グッズその3ということで、オリジナルリュックとトラベルポーチとラゲッジタグも販売をしておりまーす。イエーイ、イエーイ。これいいよね。これも実物見せてもらったよね。うん、うん、かなではさ、どれが欲しい？リュックかポーチかラゲッジタグか。あー、ポーチかなね。ポーチ大きめですごい良かったよね。ちょっと小物とか入れて持ち歩けそうだったからポーチかな。確かに。え、ラデンはさ、なんか急に旅に出ることがありますみたいなこと言ってたから、ラゲッジタグとかいいんじゃないの？いや、めっちゃいい。これね、ラデン実はこれ3つ実物見てないかな。あ、そうなの？うん、あ、いなかったのかその時。ふんふん、そっかそっか、ラデンだけいなかったみたいな、うん、ラデンだけ多分ヤニでも吸ってたんじゃないですか。ヤニ休憩でときたまいなくなるんですよねこの子ね。そう、たまにいなくなりますからね。すいませんね。でもラゲッジタグすごく気になっとうけんが、うんうんうん、ラデンめっちゃこれ欲しい。いいね、うん、じゃあちょっと、ね、ぜひそれを言い表すような単語あったよね。え、なんだろう。ヤニ、や、山あれば谷あり。ちょ省略してヤニになっちゃった。や、山あれば谷あり。27番ください。やばいやばいやばい、そのネタは怒られるかもしれないね、先輩にね。そう、ヤニはラデンですね。スパスパしてますね彼女は。あ、でもね、ラデンはリリカたちの前ではすいませんよ。うん、あの、ことあるごとに、あ、ちょ、タバコ休憩行ってきていいですかって言って、タバコ休憩行くんだけど、そう、でもタバコの匂いとかしたこと一回もないな。